いろんな大きな出来事が重なって、いつも以上に歌と自分の声とで思いを届けたいっていう気持ちがさらに強くなって、本当に丸裸な声と、丸裸な歌で、それをピアニストの方にねちょっと支えてもらって、最小限の音で最大のメッセージを届けたいと、なぜか自分にハードルを、高いハードルを立ててしまってますが、いやこれで多分この一日で、明日一日で多分ね、蒼井翔太のなんか歌い人としての人生がなんか決まる気がしてるんですよね。ここでしっかりと思いを届けなければ、僕の歌い人としてのね人生もかけた一日になりますね。緊張する。